がんの治療で外見の変化に悩む患者の支援をしようと、化粧をして外見のケアを考えるセミナーが今日大田原市で開かれました。大田原市にある資生堂那須工場で開かれたセミナーには、那須赤十字病院でがんの治療を受けている患者やその家族16人が参加しました。セミナーを企画した大手化粧品会社の資生堂ジャパンは、去年9月に栃木県とがん対策に関わる連携協定を結んでいて、がん治療の副作用による外見の変化に悩む患者の支援のために、スキンケアやメイクで悩みをカバーする外見ケアの普及活動を行っています。これまで県内の病院と協力し、医療従事者やがん患者を対象に複数回セミナーを実施してきました。患者の中には、治療によって脱毛や肌トラブルなど外見のケアに悩む人もいます。セミナーではそうした悩みに寄り添い、化粧水や乳液の塗り方など、スキンケアの基礎からベースメイク、ポイントメイクの仕方までスタッフが丁寧に説明していきました。来た時より明るいって肌のみんな明るい。私なんか明るい、ノーメイクで明るくなって、明るくなって普段あんまり本当にしないので、ちょっといいなと思って、もうまっすぐ帰らないかなみたいな感じになってます。メイクもそうですけど、今爪をしたんですけど、ちょっとびっくりしてます。綺麗なんで、あ、出てってみようか、外出てようか、見ようかみたいな気分にはなりますね。病気になると大好きだったメイクやおしゃれをしてはいけないものと手放してしまう方もいます。化粧をすることで外見だけでなく、自分に自信が持てたり癒したりするという内面に働きかけることで、自分らしい生活が実現できることをご提供していきたいと思っております。